あの3年間は何だ。ザ・ブルーハーツを聴きながら西高生活を振り返ってみる。俺はこの3年間何だったんだろう。中3のあの頃から俺はほんの少しだけしか成長していない。いや、失ったものの方が多い。西高生活で得たものなんて何もない。そう生きれる。俺は美術部でも友達でも表面しか見てなかった。そこから得るものなど一つもなかった。ただ常に妥協し続け、心がねじ曲がっていってしまっただけだ。一体何が原因なんだ。俺の3年間は何だったんだ。俺は悔しく思う。俺は何だったんだ。俺はそう思う。くだらない先生たちはろくなことを言わなかった。やつらは高度な人間だ。やつらは劣等生など問題にしない。なぜ俺はそんなやつらに左右され続けてきたんだ。我ながら情けない。殴られる前に、ねじ伏せられる前に、ねじ伏せてしまえばよかったのに。俺はくだらない時を過ごした。俺の高校生活など思い出したくもない。表面だけしか追っていなかったではないか。俺はなぜもっと内面を求めなかったのか。俺はなぜもっと自分を出さなかったのか。幼稚でバカな自分をなぜ出さなかったのか。俺は何だったんだ。俺は情けない。すべてつもりだった。やったつもり、見直したつもり、覚えたつもり、分かったつもり、すべてがつもり、つもり、つもり、つもり。俺はこんなんじゃダメだ。つもりじゃいけないんだ。自分を信じ、自分の決めたことはやり通す。そして客観的に見直す。この1年間で3年間失ったものをすべて取り返す。自分で自分を取り返す。くだらない世の中に埋もれて消えかかった死んだも同然の自分に息を吹き込んでやる。自分らしく生きる。自分を大切にする。妥協しない。課題は克服するまで何度でもやり直す。できるようになってもやり直す。何度も何度もやり直す。当たり前のことを当たり前のことと受け止められる。ダメな自分を素直に受け止められる自分。そしてそれを改められる自分。俺はそんな自分を目指す。それも自分だけの自分を目指す。俺はこの3年間を絶対に無駄にしない。人生の中での大失敗の3年間を忘れないようにしておく。常に問題意識を持っていたいからだ。この空白のような無意味のような3年間を無駄にしないような生き方をするんだ。もう同じ間違いは繰り返せない。もう後はない。崖っぷちだ。